メッシュネットワークの配置の概念図ネットワーク、障害時に迂回路を経由して通信を維持するメッシュネットワークは、濃度間のデータや音声のルーティングの一種、故障などで使えなくなった経路が発生しても、継続的に接続、再構成を繰り返し、送信先に達するまで濃度から濃度へ転送を行う。メッシュネットワークの中でも全濃度が相互に接続されているものを、 完全接続ネットワークと呼ぶ。メッシュネットワークの最大の特徴は、各ノードがトラフィックを転送する、ホップという動作をする点で、それによって各ノードから任意のノードへ接続する。一般に各ノードは移動可能ではない。メッシュネットワークはアドホックネットワークの一種と見ることもできる。モバイルアドホックネットワークとメッシュネットワークは、 密接に関連するが、マネではさらに濃度が移動することで発生する問題にも対処する必要がある。メッシュネットワークには自己修復性がある。一つの濃度がダウンしたり、一つの接続が不良となっても、ネットワーク全体は運用可能である。結果として、非常に信頼性の高いネットワークとなる IEE802.1AQ。この概念は、 無線ネットワークにも、有線ネットワークにも、あるいはソフトウェアの相互のやり取りにも適用可能である。無線メッシュネットワークはメッシュネットワークの典型的応用例である。無線メッシュは当初軍事用に開発され、20世紀末以降かなりの進歩を遂げた。無線技術が低コスト化し、無線通信装置はメッシュノードとして複数の無線通信をサポートできるようになり、 クライアントアクセス、双方向サービス、移動体への高速な転送のための無線スキャンなどの機能が提供できるようになった。メッシュノードの設計がよりモジュール性が高くなり、それぞれ異なる周波数で通信する複数の無線カードをサポートできるようになった。リソースの割り当てやパケットのルーティングのための戦略分析にゲーム理論の手法が用いられている。2007年始め、 アメリカのメラキは小型無線メッシュルーターを発売した。これは無線メッシュネットワークの一例である。メラキミニの IEE-802.11 準拠の無線通信は長距離通信に最適化されており250メートル以上の範囲をカバーする。これは単一無線メッシュネットワークの実例であるが、これに対してベレアやメッシュディナミックスは 多重無線長距離メッシュネットワークの多機能基盤を提供する。アメリカ海軍大学院は国境警備のための無線メッシュネットワークの実証実験を行った。パイロットシステムでは気球で高い高度に配置された航空カメラの高解像ビデオ信号をメッシュネットワーク経由で地上の拠点に集めていた。MIT メディアラボのプロジェクトでは アルプックあるいは XO-1 ノートパソコンを開発した。これは開発途上国の恵まれない学校向けを意図したものでメッシュネットワーク技術を使って眼鏡で安価な基盤を構築できる。複数のノートパソコンを同時接続することで高価な基盤が不要となり、例えばインターネットに接続したパソコンが1台しかなくとも近くのマシンがそのコネクションを共有できる。 同様のコンセプトはグリーンパケットが実装したセンバディにも見られる。2006年6月3日、イギリスのケンブリッジで開催されたストロベリーフェアではメッシュネットワークを使ってテレビ、ラジオ、インターネットの生中継が行われ約8万人が利用した。シャンピン、アーバナコミュニティワイヤレスネットワークプロジェクトはヘイジー、サイテッドリンクステートルーティングプロトコルと Expected Transmission Count のオープンソース実装に基づいたメッシュネットワークソフトウェアを開発している。スマッシュはジョンズ・ホップキンス大学が開発したマルチホップ無線メッシュネットワークで802.11に基づいている。高速ハンドオーバー方式で移動クライアントであっても接続が途切れることなくネットワークを利用でき、VOIP のようなリアルタイム用途に適している。 タイニオスはカリフォルニア大学バークレイ校が主催しオープンソースで世界中の研究者により開発が進められている2009年現在はバージョンに X まで進行しており多種類の無線センサネットワークハードウェアをサポートするその派生としてクロスボウのザメッシュがありこちらは産業用途における実稼働の実績が多いとされる近年は IEE802.15 を4ベースとしている。無線メッシュネットワークの多くは複数の無線周波数帯で運用される。例えば、ファイアタイドとウェーブリレーは、ノード間の通信には5、じヘルツか5 8ヘルツを使うが、クライアントとノードの間は2 4ヘルツを使う。これには、ソフトウェア無線技術が使われている。 サラーメッシュプロジェクトは802.11ベースのメッシュネットワークで濃度の電源に太陽電池と再充電可能な電池を使うものである。既存の802.11アクセスポイントの電源を太陽電池にしただけでは安定した電力供給ができずうまく機能しないことが判明した。802.11S 規格では省電力オプションを考慮しているが、 太陽光発電の利用は中継リンクの省電力化が不可能な単一無線濃度に応用できるかもしれない。最近の無線通信規格もメッシュネットワークの概念を取り入れている。例えば ITUT の GHN は既存の屋内の配線を使った高速なランの規格である。電力線などのノイズの多い環境ではネットワーク内の任意の機器間での直接のやり取りは 必ずしも保証できない。その場合、一部のノードを中継機として機能させ、直接通信できないノード間のメッセージを転送することができ、実質的なメッシュネットワークになっている。GHN では中継はデータリンク層で行う。ありがとうございます。